皆様こんにちは木村よし子です、えー、今日の木村よし子の気になる銘柄はこんなお話です、えー、さて、えー、今日は2021年8月4日水曜日ですねまあ昨日のサッカーね、ー大変残念でした ああ、強豪スペインに迫って迫ったんですけどね、日本のサッカー、あーついにスペインに行くしました。しかし、フランスがありますからね、まあ頑張っていただきたいなと思っております。ただいまの収録時刻はですね、当日の8時18分となっております。さてですね、五輪開戦、感染にですね、まあ一生懸命になってる間ですね、超ド級の波乱材料、アメリカがディフォルト問題未解決、 まあ、為替がですね、円高に進んでいることからしてですね、ちょっとなんか、あ、これ意識したいなと思うんですね。超度級の波乱材料になる可能性十分あると思います。アメリカがディフォルト問題未解決なんですね。えー、盲点ですよ。為替株価警戒すべしだと思います。 さて、なんでこんなことになってるかと言いますと、えー、アメリカ連邦政府の債務に対するですね、法定上限の適用停止がですね、7月末に期限が来てしまったんですね。で、8月から政府は借金を自由に増やすことが 不可能になってしまったんですね。当面はですね、アメリカ財務省が公的年金基金への拠出を制限するなどしましてですね、まあ、臨時的措置で手元資金をやりくりするんですけれども、まあ、議会による上限の引き上げを可決するですとかですね、適用の一時停止といった対応が急務なんですね。 しかし、議会は夏休みに入ってしまいますのでね。まあ、これを未解決のまんま放置してますと、相場のグラグラ要因になりかねないってことですね。まあ、月間木村よし子の8月号でもですね、これから先、今年いっぱいから来年の初めにかけまして、3つぐらいですね、悪材料が重なって、先般の2020年の3月の一番底の 二番底確認に行くんじゃないかいう説をね、申し上げておりますけれども、これも嫌な材料の一つだと思いますよ。アメリカ議会の予算局、CBO と略されますけれども、議会が無対策なら10月にも資金が枯渇し、債務不履行、すなわちディフォルトになります。えー、イエレン財務長官も8月の議会の休会後の、えー、休会のね、夏休みの終了後、すぐに現金や臨時措置が尽きるシナリオもあると、 危機感を示しております。えー、債務上限は上限復活時の債務残高に合わせて設定されますので、6月時点で上限対象となる債務総額は28兆ドル台に膨らんでるんですね。すごい金額ですよね。まあ、これ、相場の材料にしないトレーダーはいないと思うんですよね。なので、トレーダーは手薄ねを引いて、この材料を使ってくると思いますので、相場波乱になった時にどうするかということを考えておきたいですね。 で、過去ですね、アメリカ国債の格下げにつながった時には、市場波乱に発展してますので、もしアメリカがディフォルト発生リスクをこの相場で折り込んでいくとなりますと、相当な大きなマーケットディフォルあのマーケットボラティリティが発生すると思うんですね。で、オバマ政権の時ですね、2011年の8月に、 議会で期限直前に引き上げに合意できたんですけれども、ディフォルト発生リスクを踏まえまして、まあ、民間格付け会社がアメリカ国債の格下げを発表しました。日本もこの米国債たくさん持ってますからね、格下げはありがたくない話なんですね。経済が金融市場を中心に大きく混乱しました。このような悪影響を回避するためには、議会での早期対応が 重要なんですね。しかし、やはりここは中間選挙、来年の11月の中間選挙を睨んで、民主党と共和党があまりですね、えー、この、よし、なんとかしようというような、そういうモチベーションになってないので、まあこれ、相場の材料として覚えておきたいですね。で、過去ですね、オバマ政権の時のその2011年8月の段階での、為替はですね、まあ随分円高になっちゃったんですよね。 アメリカ国債のデフォルトリスクでアメリカ国債格下げなんていうニュースが出てきますとですね、やっぱどうしてもドル安円高になっちゃうんですね。なのでこれはですね、まあ裏返していろいろと推理すればですね、円安で日本の資産を買い漁り、そしてそれを自国に持って帰ってドル転すればですね、えー、弱いドルで為替差費が取れるわけですよね。なので様々な背景を推理しながらですね、 まあこうした材料で仕掛けてくるトレーダーの存在も意識しながら、まあ、上手に相場の波乗りをしていきたいなというふうに思いますさて8月のですね政治関連の重要イベントなどで、まあ、アメリカの夏休み議会の夏休みがいつまでなのかですね 正確な情報をつかもうとしてるんですけども、なかなかその、いや、夏休み明けの日程が探しきれなかったので、まあ、一応8月のですね、まあ、重要なイベントなどを探っておきたいと思います。8月の5日、明日ですね、えー、G20 デジタル層の会合がイタリア、トリエステで開催されます。えー、そして、えー、こちらあ、6日ですね。 またこの研究会が開催されます。そして16日から20日まで APEC の安全保障担当大臣の会合がありますね。こちらバーチャルです。そして24日から9月の5日、東京パラリンピックがあるわけですね。まあこの G20 のデジタル層の会合などで材料探しをしていきたいなというふうに思います。 えー、武田総務大臣はですね、こちらに出席するために、4日から、今日からですね、8日にイタリア、フランスに出張します。えー、経済協力開発機構 OECD、国際経済全般について協議することを目的とした国際機関ですね。これはプライバシー、人工知能、AI ですね、などの国際的なルール形成を主導しているので、まあ、こうした方たちと意見交換をしっかりとしていきたいということですね。さてですね、まあ、そこで、 本日の気になる銘柄、折からの、え、円高圧力ですね。そして、総務大臣が何しにイタリアへということを考えますと、ははん、来年の2月のデジタル人民元対策だな、ということですよね。なので、えー、まあ、中国に対してどう対抗していこうかという話し合いかな、というふうに思いますね。そうすると、例えば、20、え、72、 えー、7203のトヨタ自動車ですとか、えー、9613の NTT データですとかまた金融関係に強いソフトウェア開発で TIS とかねそれからコンピューターマネジメントそれからセブン銀行などにね注目しておくといいんじゃないかなというふうに思いますね、まあ、トヨタ NTT データは最々この気になる銘柄でご案内してきましたので、まあ、TIS もね時々取り上げてましたね、まあ、この3つ TIS とコンピューターマネージメント、そしてセブン銀行のチャートを見ていきたいですね。えー、さて、3626の TIS ですね。こちら、金融関係に強いソフトウェア開発会社ですね。昨日の引け値は2916円。えー、2円安でしたね。PR は22.7倍、PBR が2.70倍、利回りが1.37%、信用倍率が2.71倍。そしてですね、明日、決算発表になりますね。 まあ今までの6月12日の発表日の内容は悪くなかったんで、まあそこそこいい展開となるんじゃないかなというふうに思っております。え過去3年の平均 PR が18.94倍。若干現在ですね、ちょっと人気化が進んでいるような感じですけども、えー、射程圏だと思います。えー、3626TIS ですね。そしてですね、セブン銀行。 まあ私あんまり銀行株ってね、わからないビジネスモデルなんで、あのちょっといつも避けてるんですけども、セブン銀行、配当利回りが4.56%悪くないですね。そして昨今ですね、えー、工夫しないと、えー、一般的な銀,銀行からですね、振り込みなんかをバンバン気前よくやってますと、とんでもない手数料かかるんですよね。もうびっくり業店の手数料ですね。まあこれから先10月1日から改定すると言ってますけども、もう囲い込みがすごいですね。 系列銀行に振り込む場合はこうとかですね、いろいろな条件をつけてきて、うざったいことは、あの、おびただしいんですけども、まあ、セブン銀行、おセブンイレブンの中で勝利できるということで、まあ、この銀行、これから先、銀行 ATM 機を、都市銀行が、あ、絞り込んで展開する中で、まあ、ちょっと面白いのかなと思います。9410ですね。信用倍率が1.16倍、PR が14.4倍、 pbr が1.21倍。配当利回りがね、4.56%というところで注目です。昨日241円、1円安で引けております。チャートはこんな格好ですね。そして、決算発表が8月の6日となっております。あさってですね。そして、コンピューターマネジメントですね。4491。こちらも金融関係に強いソフトウェア関係ですよね。こちら、ジャスダック銘柄ですよね。 ま、小さい会社です。え、2972円で引けました。こちら PR が10.4倍。PBR が1.29倍。地味ですね。配当利回りが1.35%。 まあ、あの、業績も大人しめですけれども、まあ、こうした銘柄もチャートの格好が、あ随分ね、タイトルになってきてますので、面白いのかなと思って注目しております。それではまた明日ぜひご覧くださいね。そして、NTT デイトレイ報告もまたします。昨日はですね、本当に8円ぐらいしか取れない日でしたよね。 で、売り損ねた人もいらっしゃると思うんで、まあそうした場合の対策などを兼ねまして、また明日ね、デイトレイ日記の NTT 版ちょっとお伝えしたいと思っております。それではまた明日ぜひご覧ください、えー。さて、いかがだったでしょうかここからは少し雑談タイムとさせていただきます。皆様は蚊に噛まれた時、どうされてますかあんまり書くとですね、ただれてしまいますし、赤くなっちゃいますよね。 でまたそこをこうかきむしって傷にしてしまうっていうこともあったりして悩ましいですよね。私はそんな時は8回を塗るようにしています。ペパーミントのオイルなので、まあ、あのスースーしてですねかゆいのがあこうちょっと分散されて効果があるように思います。また防虫作用も期待できるようですね。そしてシャンプーした後などにこれをちょっと塗ってですね あの、ドライヤーの風を当てますと、清涼感が増すように思います。まあ、暑い夏い、いろいろ工夫してですねあの、過ごしていきたいなと思います、まあ。いろいろ、あの、大きさも値段もまちまちですので、アマゾンなどで探して、えー、活用してみてはいかがでしょうか。マッサージオイルなんかにも混ぜたりするといいんじゃないかなと思いますね。というわけで、いろいろ工夫しながら暑い夏を乗り切っていきましょう。また、明日もですね、 何か取材して皆様のお役に立つような動画にできたらなと思っていますそれではまた今後もですね元気にお過ごしくださいねそれではまた明日皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください 皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですねチャンネル登録を頂きますと励みになりますのでよかったらお願いいたしますそれでは引き続き是非この動画とお付き合いくださいねまたさまざま研究してお届けしてまいります